問ですよ。え、なんだろうこれ。大丈夫ですか。むずいな。一番最初に一言目で、ね、皆さんもしね、お金持ちになる方法なんですけど、お金持ちに最速でなるには何を稼ぐことが一番重要ですか。これは A でしょう。お金 B、信用期待。絶対 A だよ。チャットでもう一度ご回答ください。皆さんちょっと C が多いな。C が多いですね。はい、その通りなんですよ。C ですよ。例えば佐木くん30万円今給料もらってますよね。その30万円っていくらの価値って言ったら当たり前30万円じゃないですか。でも30万円生み出す、例えば、飲食店舗を経営してると、その店舗毎月毎月30万円を印刷してくれてる印刷機みたいなもんですよね、うんうん、それをいくらで売りますか。30万円で売ります。売らない売らない売らないですよね。普通に5年ぐらいの、最低でも3年ぐらいの見込んで1000万から1500万円ぐらいで売りますよね、うんうん、そうなんですよ。皆さんにまず言いたいのは、絶対に皆さんが金銭的豊かさを求めるんであれば、事業を作らないと絶対にこれを貯めることはできないんですよ。いや投資でできるじゃんと思う方もいるかもしれないんですけども、投資だって上がる時もあれば下がる時もあるんだから、投資だけだと本当に 1% の人ぐらいしかできないわけですね、はいはいはい、でも事業であれば、右のことと同じことを左の人がやれば、基本的にはこれって仕組み化でコピーできるものなんですよね、うんうん、だ成功率で真似できるものなんですよ。意味わかりますよね。だから結局本当に豊かになりたいんであれば、事業で稼ぐ、事業で稼いだら期待値で稼ぐ、これがほとんどの、富裕層が、お金持ちになった法則なんですよ。事業もでも落ち込みません？いや事業も落ち込みますよ。でも落ち込む旬の時に売却をしちゃうわけですよ、落ち込む前に。なるほど、それができるのか。期待値で稼いでいくっていうのがめちゃめちゃ重要なんですよ、はい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 、わかります。これは簡単な話です。でもじゃあこの事業の動き方、これをじゃあどうやってやりますかという話なんだけども、そのステージ、皆さんの事業規模においてやるべきことっていうのは、基本的には絶対的に、こういうものですよって決まってます、はい、じゃあ例えば年商が0円から1億、0円から1億円の人は〇〇〇〇、これ4文字のカタカナ何だと思います？で、ちなみに1億から10億は新商品の開発とか販売ですよね。10億から50億は仕組みで稼がないといけないから、組織構築とか人材採用とかに力を入れるべきですよね。で、50億から100億はもう自分が現場から離れることに注力をしていくことですね。じゃあ一番最初の一番上のね、0億から1億円まで、これ一番何が重要だと思います皆さん。01でしょう。はい、ブランド、いやー、やっぱり営業じゃないですか、営業。営業、そう、セールスですよね。ゴリゴリの。そうなんです。セールスです。これですね、セールスなんですよ。で、これって結局ですね、何かを売らないと、まずは資金が一番重要なんですよ。わかりますよね、うん、この資金を作るには、何か作らないとというよりも、まずは売らないといけないんですよね。で、もし作ったとしても、自分にセールス力がないと、結局その商品サービスっていうものは価値を持たないんですよ。だからマーケターの中でよく言うのは、ね、知られない悪より、違うわ、知られない善より知られる悪の方がマーケティング業界では上だと、うん、商品でもいい商品だろうが、知られない商品はクズなんですよ、ゴミクズなんですよ。でも知られてもそんなにいい、知られそんなにいい商品じゃなくても、知られる商品の方がこのビジネスの世界では正解の商品なんですよね。回りますよね。だから一番重要なのは売れる、このセールススキルということなんだけども、ただ今の時代というものは、人が購入するときって、実はほとんどですね、7割方すでに決めてアクションを起こしてるんですよ。例えばさきくんが明日表参道でね、デートに行くって言って、うん、表参道のデートのためにお店を予約しないといけないじゃないですか、うん、ね、それで、それということはもうすでにお店が決まった状態で表参道行ってる人ほとんどですよね、うん、デートの時は。だから結局こうやってお店の前でフライヤーを配るとか、あれは無駄な行為なんですよね、うんうん、ありますよね。だからセールスをする意味がなくなってる時代なんです、今の時代っていうのは、うんうん、じゃあ何が重要か、これがマーケティングセールスが一番重要である理由なんですね、はいはい、ありますよね。じゃあここでマーケティング研修で、皆さんがまだマーケティング何という前にですね、マーケティングの概要で一番重要な部分だけを今日はまとめてます。ありますね。で、一つ目、まずは綺麗事を信じるとマーケティングは負けます、絶対に負けます。で、二つ目に、満腹の学生にカレーを売る方法、先ほどのラーメンと一緒ですね、どうやって売りますかと、これがマーケティングで本質的なものなんですよ。で、三つ目に、ヒトラーとかこういう歴史人物から結構マーケティングって心理学的に学べることがありますわけですね。で、その先、例えば商品があって、その先を売り物にする、これもマーケティングのスキルとしてはめちゃめちゃ重要です、うんうん、この大きく分けて5つのことを今日はちょっと発信していこうかなというふうに思います。大丈夫ですね、はい、じゃあこの方皆さん知ってますか、
どなただと思います？誰？その辺のおっさん、はい、皆さんが事業を始める上でこの方の言葉めちゃめちゃいいこと言ってるんですね。この方ヘンリー・フォードという方なんですけども、すごい詳しいなこの人、はい、この方ヘンリー・フォードという、ね、フォードっていう車ありますよね。その創業者です。まだ皆さんが車がない時代に、例えばあなた何が欲しいですかって聞かれたとしたら、もっと走る、速く走る馬が欲しいと答えますよね。そうですね。だからこれは何かというと、この人が唱えているのは、人に何が欲しいかということを聞く行為というものは、マーケティングであったりとか事業を作る上では最大的に無駄な行為だって言ってるんですよね。僕は全くその通りだと思っていて、皆さんは何か事業を作るときに、友達にこんな事業あったらどうかなとかね、知り合いとかお客さんとかにアンケート取って、こういうものやったらどうかなとか、いろいろ聞いてると思うんですよ。それっていうのは実は全く意味をなさない行為なんですよ。それ当たり前じゃないですか。みんな速く走る馬が欲しいって言うに決まってますよね、うん、で世の中にはですね、ここを一番マーケティング、をする方でね、一番重要視してほしいんですよ。世の中には本音と建前というものがあります。本音と建前です、はいはい、で例えば世の中のマーケターってアンケート調査が重要だとか CS が重要だとかね、俺もねリクルートに対して新規事業を担当してた時ね、デプス調査とかよくやってたんですよ、うん、ね、でもそこでじゃあ例えばね、このラムネの会社も以前言った通り同じですよね。実際に、ラムネの会社がどういうラムネが欲しいですかって言ったら、ね、ラムネに対して何か意見をくださいって言ったら開けづらいと、ラムネがね、それで一時期ペットボトルのラムネが出たの皆さんご記憶にあります？ペットボトル、ああなんかあったな一瞬。ありますよね、ペットボトルラムネって出ましたよね、うん、すぐ廃止されました。あれはなぜかということなんですね、うん、あれはこのラムネの会社がお客さんにアンケートを取ってペットボトル開けにくいと言ってペットボトルにしたんですけども、でもラムネを買ってる人ってさ、そもそもさね、夏祭りに行ってビー玉で開けにくくてもね、こうやってビシュッてやって、あの懐かしさが買ってるわけじゃないですか。まあ確かに、じゃないとつまんないね。そうですよね、それが本音なんですよ。ありますよね、それを建前だけ信じて商品開発をするとこうなりますよね。マクドナルドだって全く一緒ですよ皆さん。昔ねサラダマックって出たの覚えてますね。で、うん、マクドナルドがさ、こうやってレジとかでアンケート取ってね、もっとヘルシーなのがあるからいいなとかね、そういうことをね、あの建前を信じてこうやって アンケート集めた結果、このサラダマックができたんですよ。で結果すぐに廃止されました。これはなぜかというと、マクドナルドに行ってる人たちの心境というのは当たり前にね、あ今日ぐらいカロリー摂取してもいいかなっていう背徳感なわけですよ。わかりますよね。そういうちょっと悪いかな、でもカロリー大きいもの食べたいかなを買い物にしてるわけですよね。なるほどね。ありますね。だからこの本音と建前に気づかないでマーケティング戦略を組む行為というものは一番大変で、一番誤ってる行為なんですよ、間違いない、うん、でこれをね、ずっとやり続けて成功したとしても、アンケートを取れば取るほどこの業界というものは平均的な商品とか平均的なサービスに近づくわけですよね。いろんな人の意見を平均的に集めて、その平均的に近づくわけだから、うん、ということは平均的な意見に近寄ると絶対的に大手に近寄ってくるんですよ、うんうんうん、だから僕らみたいな中小企業が大手に戦おうとって無理なわけなんで、うん、絶対的に負ける行為なんですよ、はいはい、だからこのまずは本音と建前めちゃめちゃ重要なんですけども、例えばですね、タギ君あなた吉本芸人やってましたよねずっと、はい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 、で周りの、ね、女の子がさぎくんそのギャグ面白いとかね、あのずっと言われて、それを信じ込んでモテてました、ね、お笑い芸人をやってた結果全然売れなくてテレビも出れないで、そういうね、お金稼げなかったわけじゃないですか。お金が全てじゃないですかね芸人なんてお金が全てじゃないです。目の前の人を笑顔にさせるのが仕事ですまあそれでですね、あなたも実際にこれは本音と建前をね、建前だけ聞いてしまってずっとお笑い芸人をやってた結果が同じだったかもしれないじゃないですか。ました本音。まあまあそういうことでね、まずは人の汚い本音を見てビジネスを作ることってめちゃめちゃ重要なんですよ。わかりますよね。この本音を見るという行為をまずはベースに置いてください。だからアンケートを取る、調査をする、人に聞く、これをビジネスを作る上で、またはマーケティング戦略を作る上で絶対的にやらない方がいいです、うん、OK ですか、はい、で2番目でですね、じゃあ満腹の学生にカレーを皆さん売ってみてください。例えば皆さんこんな研究があったんですよね、ランチの後の学生にみんなにカレーを食べたいかって言ったら誰も手を挙げるわけないですよね。まあまあまあね、そうですね。じゃあ皆さんこの方にどうやって食べさせますか。食べた後、食べた後にこのカレーをどうやって皆さん言ったら、ゼロカロリーですよって、ゼロカロリーですよとか、
あと、もう本当、米、本当米ですかっていう。よくわからんわ、お前の言ってること。こんにゃくで。まあ、皆さんね、結局、頭が良くなるとか、お金あげるとか、食べたら100万円とか言ってるかもしれないんですけども、実はですね、これ、こういうようなストーリーがありますと、一人のお母さんが毎朝子供にカレーを作ってあげました。で、その子供は野球が大好きな子供で、カレーを食べて元気に毎日練習に向かって、毎日練習したんですよ。そしたらやっぱりね、その子はプロ野球選手になって、それでもプロ野球選手になっても毎日同じレシピでカレーを作ったんですよ。で、その子の名前は実はイチローという子なんですけども、という話をしたら、今までカレーも手を挙げなかった学生が、ほぼ全員手を挙げたんですよね。はいはいはい。ありますよね。これは何が重要だったかということなんだけれども、一人の体験談を商品とかサービスに生み込むこと、これがマーケティングではめちゃめちゃ重要なんですよ。で、僕の商品を全部見てほしいんです。皆さん、僕の事業とかに関わってる方はこの中にいると思うんですけども、売り方が本当に自分で言うのもあれなんで、うまいんですよ、僕って。自分で言うの気持ち悪いか。これ何かというと、じゃあ例えばですよ、ここに左に中村敏郎君という僕の幼馴染がいますと。あ、地元の友達やん。はい、この方ですね、このバズというバーをですね、この腐ったみたいなクズみたいなバーです、本当にバーを久米川駅に出したんです、東村山の、うん、もう潰れちゃいました。でもこれを出した時に一人の営業マンが来て、なんか有線の契約とか何の契約で、ホームページの契約でね、160万円のホームページを彼は契約しちゃったんですよ、うん、こんなちっちゃいバーで160万円のホームページ、実際にできたのなんてクズみたいなホームページでした。これを見て、俺は本当にこういう敏郎みたいなやつが世の中には溢れてんだと、この業界って本当クズばっかなんだというふうに思って、だから自分でもホームページ制作をパッケージ料金でもう月々いくら、保守も何も関係ないというふうにして始めたのがこの3ミニッツホームページなんだと、ね、っていうのを、例えば営業であったりとか、実際にマーケティングであったりとか、実際に例えば僕のブログ、海外事業やってますよね、僕、海外事業やってる時も、僕がドバイに行く時って、実際に怖いから現地の情報だけじゃ、日本人に頼んだら、現地の日本人に1500万円ぐらいの請求書が送られてきて、でも、それを払ってしまったんですよね、僕自身が。これが実際のその請求書で払った時の。ね。でも実際に蓋を開けてみると、そんなの200万円程度でいいんだと。で、毎回その業者から請求、なんかを手続きやるために請求書が送られてきて、もう本当に失敗したんだと。だから同じ目にあってほしくないから、自分でやろうと思って、この海外事業をやったんですよ。っていう、自分の体験談を、毎回ブログであったり、セールストークであったりとか、事業の動画であったりとかに絶対出てますよね。皆さんはこの体験談を、一人の体験談、全員の体験談じゃないんです。一人の体験談を、何かを売るときに、今入ってますか？皆さんの例えばカフェをやってるそのカフェ、どういう体験談をお客さんに伝えられてます、うん、美容院だったらどういう体験談をお客さんに伝えられます、この体験談がめちゃめちゃ重要なんですよ、うん、でもう一つこの体験談を作るときに重要なのっていうのが、この体験談の中に敵を作ることなんです。敵を、今例えばこの敵を作る、例えばこの敏郎だったら、この敵はこのマーケティング業界であり、この業者みたいな悪徳業者じゃない。はい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 、はい。この中の敵もこれ悪徳業者じゃないですか。これって全くヒトラーと一緒で、うん、ヒトラーも第二次世界大戦のために、国民の団結のためにわざと敵を作りましたよね。その敵というのがユダヤ人という敵なんで、あの虐殺のね、あのひどい歴史がありますけれども、そういうふうに一人敵を作ることによって、お客さんとこうやって向き合ってないんですよ。お客さんと同じ方向を向いてるっていう感覚にさせること。これがめちゃめちゃ重要なマーケティングのテクニックなんですよ。だから体験を埋め込んで共感を得る、共感を得てその中で一緒の方向に向かうために敵を作るような体験を作る、はいはいはい、これがめちゃめちゃ重要なんですね、うん、例えば皆さんさ、ホームページ今 A 社 B 社 C 社があって、そこまで金額が変わらないと、でもこの話を聞いたら、うん、絶対的にその3ミニッツホームページの方がいいなと思いません？例えばドバイ進出するときに、今の話を聞いたら A 社 B 社 C 社があって、どれにしますか？カレーをね、カレー屋が A のね、何とかのカレー、何とかのイチローのお母さんのストーリーを聞いたカレー、どれを皆さんだったら買います、うん、
そうですよね。絶対的にその体験談があるものに必ず買われることなんですね。はい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 、ありますよね。だからこの体験談をめちゃめちゃ大事にして、これを発信していくこと、うんうん、これがマーケティングでめちゃめちゃ重要な行為なんですよ、うんうんね、で、この次ですね、その先のものを売り物にする、これもめちゃめちゃ重要なテクニックです、うんうん、例えばウェザーニュースって何を売ってるものだと思います？ウェザーニュース、あ、なんかニュースサイトだ。ニュースサイト、天気予報、あの登録してる方もいると思うんですけども、あ、はいはいはい、天気予報のサイトですよね、天気を予報すると、うん、でも天気予報って皆さん考えてください。テレビをつければ天気予報なんて毎日毎朝やってますよね、うん、ググれば毎朝ヤフーでも出てきますよね、天気予報って、うん、なんでそんな情報の会社が年商130億で利益率 10% 取れる、そんなにあるの？そんなにあるんですよ。これはなんでかというと、天気予報出してるだけで、そう、天気ではなくて指示を売ってるんですよ、指示を、はい、例えば船ならこういう風な航路で行きなさい、コンビニなら雨が降りますので傘を売りなさい、こういう風な指示を売ってるんですよね。わかりますね。で、皆さんの事業であったりとかマーケティング戦略のプロセスの中にこの指示を入れるっていうところをどれだけ入れてるか、これがめちゃめちゃ重要なんですよ。例えばですね、美容院の方、髪を切るという行為、これの中に指示は入ってますか？指示入ってないですよね、うん、じゃあどういうことをやらないといけないか、じゃああなたはこういう顔なのでこういう髪型にしてください、ヘアセットはこうやるんです、これがあなたに一番合います、ジムの経営だったらじゃあ毎日毎日こういう風な食事をしてください、この指示をこのプロセスとして与え込むっていうのってめちゃめちゃマーケティングで重要なんですよ、はいはいはい、マーケティングというものは一応定義しておきますが、本音を見つけることとともに本音を中心に商品開発からその認知の拡散からリピートの増加、これも全て含めてマーケティングですよ、うん、これを全て含めてマーケティングと呼んでます。このマーケティングの中で指示を与えることっていうのはめちゃめちゃ重要です、うん、例えば MDS のクラスター事業であればクラウドスタートアップに登録したらステップ1これをやりなさい、はいはいはい、これをやりなさい、て指示を入れてますよね、うんうん、この指示通りに動かすことが皆さんの与えたい価値を手に入れさせるためのステップなんです、うんうん、はい、分かりますよね。だから指示を入れる、これは全ての業務フローに指示を入れてください。 OK ですか、はい、で、顧客満足度ピラミッド、これは聞いたことあると思います。まずサービスというものは2種類のサービスの価値があるんですよ。これは本質的なサービス、これは何かというとあって当然なサービス、ありますよね。で、競争サービスっていうのはあれば嬉しいなというサービスなんです、うんうん、皆さんのサービスとか事業とか商品というものはお客様からしてあって当然のサービスを提供しているのか、あれば嬉しいサービスを提供しているのか、これどっちなんでしょう、はい、例えばですね、カフェを売り物にすると言ったらカフェであって当然なサービスって何ですか？コーヒーですよね。コーヒーだね。コーヒーですよね。あれば嬉しいサービスって何ですか？Wi-Fi。 はい、そういうふうに考えが変わっていくわけですよ。あれば嬉しいサービスを中心にサービスというものを作っていかないといけないんですけども、このあれば嬉しいサービス、これがですね結構皆さんまだ抽象的でモヤモヤしてると思うんですよね、うん、これが基本的にはエンタメです。どんなビジネスもエンタメです。エンタメが一番重要です。例えばエンタメの作り方って〇〇を作り出すことなんだけども、この人知ってます？ダニーデビートってさん、この人ね、昔ハリウッドのね、あのオーディションで実際にオーディション会場に入ってきて、いきなり台本を読んだらね、シーンって審査員がしてる前に台本ビリビリに破いて、こんなものやってやるかみたいな、こんなクソみたいな作業やってやるかって出てっちゃったんです。頭おかしい。オーディション会場が、はい、そしたらその数秒後にまた戻ってきてね、ドアを開けて審査員の前に立って、今の演技どうでしたか言うんですよね。これは何、エンタメというものは何かというとサプライズなんですよ。驚きを作り出すことがエンタメなんですね。これを全く事業者っていうのは自分のビジネスとかお店とかサービスに含んでない人がめちゃめちゃ多いんですよ。例えばですよ、エンターテインメントっていうのは驚きなんですよ。驚きっていうのはギャップなんですよ。ギャップっていうのは想像してたものと現実の違い、これが感動になるわけですよね。わかりますよね。で、例えばですね、マーケティング、これ全く同様なんです。500円のビールを値下げして350円ってことは、これは150円実質広告費で使ってるってことなんですよね、うんうんうん、ありますよね。値下げをしても実際に感動というものは生まれてないですね、うんうん、じゃあなぜ値下げをするんですか？
わからない。ないかな、はい、意味わかんないですよね、うん。でも、例えばこの150円を、ね、ポケットアロマですってやってる居酒屋ありますよね。うん、あれって、いつもお仕事お疲れ様ですね、会計の時の女の子がね、お疲れ様ですってこうやってポッケからポケットアロマなんで、これ結構するとストレスリリースになるんでって言って渡されるわけですよ、はいはい、これって予想してたものと違う感動が少なからずあるわけですよ。サプライズだな、はい、で例えばですね、皆さんこの写真を見ていただきたいんですけども、うん、このめちゃめちゃ香港の写真なんですが、このごちゃごちゃしたアパートの中に一個だけめちゃめちゃマーケティングに優れてる何かがあるんですけど、何だと思います？何、ここに何があると思います？めっちゃ売れてます。なんだ、いやもうこの画像には映ってないですけど、この中に皆さん何を作ると思います？この中で、はい、そうなんですよ。これアラビカってありますよね、京都にもね。そうなんですよ。こんなスタイリッシュなカフェが、さっきのクソみたいなごちゃごちゃした、ごめんねクソって言って、クソみたいなごちゃごちゃした中にこんなスタイリッシュなカフェを作ったんですよ、うんうん、これって何かって言ったら、これがギャップを生むわけですよね、うん、その位置でのこんな気も意味のわかんないところにこんな綺麗なものを出す、このギャップを見つける行為というものがマーケティングなんです、うんうんうん、なんでかっていうと、これが感動なんですよ。え、何これ、初めて来た人が、何これ、初めてブログ読んだ人が、何これ、少なからず感動するんです、うんうん、これをどんだけ生み出せるか、これにかかってるわけです、マーケティングというものは。で、これには起点、定説、逆説というものがあります。例えば、はい、Do you find it hard to keep learning? What about if it was as easy as watching Netflix? URU is the best online business school in Japan.We employ professionals in each field of study to provide you with skills you can start using tomorrow. We look forward to meeting you all. See you in the class! 崩壊に向かう社会保障システム。国が企業に対し、老人になっても雇い続けなさいと定年雇用努力を定めたり、社会保障給付費は過去40年で5倍に激増。会社員が負担を強いられる以上に、企業にも負担がのしかかります。そうです。経営者は雇用するリスクが増え、早期退職者の募集、賃下げを行ったり、実質的リストラが急増しています。60歳でもらえるという約束の年金も65歳に、今では70歳になるとも言われています。さらには消費税も IMF は今後数年で 15%、20% にと提言しています。そんな中、私たちの所得は過去30年以上変化がありません。今皆さんは安定的に働き、安定的に生活に困っているはずです。雇用がリスクになっている今、フリーランスや個人事業主の時代が到来しています。スキルがある人だけが生き残れるスキル格差社会になっているということです。しかし、数百万払いビジネススクールに通えますか？宗教みたいなオンラインサロンで何か学べましたか？タバコを吸っている人から禁煙講座なんて受けないはずです。でも世の中の多くは経営経験もない人から経営を教わったり、店舗運営をしてない人から店舗集客を教わったり、アプリ開発経験すらない人から UI、UX を学び、 SNS 数万人程度の人から SNS マーケを学ぶ、挙句の果てには数百万円の情報商材を買わされるという経験もある方もいるかもしれません。もういい加減目を覚ましませんか？事業を行うには様々なスキルが幅広く必要です。しかしスキルごとにいろいろな各スクールに支払いも別々で負担が大きく、活動もバラバラで全てが中途半端。 URU はビジネスで必要な全てのスキルを一つにまとめました。実際に自身でも事業を展開している経営者のみが講師となり、その経験やノウハウをアプリ一つで持ち運べます。重たい教材も不要。週に1回、朝少し早起きしてカフェで研修を受けませんか？経営者や様々な業界の生徒とつながりビジネスをしているのかと飲みながら話を聞いてみませんか？こんなことを一緒にやろうと仲間を募ってプロジェクトを始めたり、毎週のズームライブで直接経営者たちからコンサルを受けたり、さらには
全国で開催されているオフ会や勉強会で実際に研修を受け、何か事業を始めてみませんか？そうです。オンラインサロンなんて時代遅れ。今はオンラインスクールの時代です。URU は徹底したスキルを身につける最先端スクールです。自己啓発も意味不明な経済哲学もありません。知識に投資が大事と言いますが、もっと大事なのは当たり前に投資のリターンですよね。クラスタで活動を行い収益化。そうです。国内最大級と言われる URU の6割の方が所得が上がったと答えた紛れもない事実があります。あれ？まだ疑ってますか？なら、まずは体験してみたらどうですか？私たちは無料期間も用意してます。だって、私たち以上はないって確信してますから。URU オンラインビジネススクールで検索。あなたに必要なのは私たち。